おはようございます。それではただいまより知事定例記者会見を始めさせていただきます。本日は発表案件ございませんので、質問の方からよろしくお願いいたします。ではよろしくお願いします。ということじゃないんだけども、県立高校の耐震化の話が、まあ、補正予算案の、 あの提出が迫ってますので、これまでの経過と今 の、 あの対応の姿勢をちょっと申し述べてもいいですか。ちょっと資料用意してませんですけれども、よろしいですか。先にあの発言させていただいて、はい、よろしいですか。あの昨日、まあ、いろいろ報告を受けたもんですから、でちょっと経緯含めてかいつまんでこうあのご報告いたします。あの11月、まあ昨日、まあ、その前にあの教育委員会されたんだけど、あの11月8日にあの定例教育委員会がされまして、耐震未了の県立高校の安全性の確認結果とさらなる措置の検討結果が報告されて承認されたと聞いております。で、その後の9日に知事局に正式な報告というのがあったと聞いております。で私はあの先週はあの予算の陳情で東京に行っており、それとあの企業立地のプロモーションで行っておりましたので、13日ですので、昨日ですか、あのそのような内容の報告を受けました。で、これまで、その耐震の必要性について検討して、報告するようにということで、あのその前に教育委員会に知事部局から、まあ、私から要請を行っておりましたので、まあ、そのような流れの中での教育委員会のご活動だと思います。で、そのような耐震、補強のあるいは仮設住宅の必要があるとの、まあ、教育委員会の、内容でございましたので、その財政当局に補正予算の要求があったと聞いております。その内容はまだ私知りませんけども、あの順に財政課から報告があると思いますけど、あのそれで、またあの議会関係の動きですけども、あの一部というか全部報道されておりますが、自民党三会派の方々が昨日私の部屋に来られました。また国民民主党の方も来られまして、またあの公明党からも電話がありまして、あの十分な予算確保するようにというような動きが昨日ございました。まあ、そのような経緯を踏まえまして、あの教育委員会からあの予算補正予算の要求が出ておりますので、あのまずやはり早期の、まあ、決めると早期の解決っていうのは必要でございますので、あの補正予算12月、まあ、11月補正12月議会の議会においての補正、予算における予算措置が必要かなと、まあ、思います。で予算措置をするようにあのしたいというふうに思います。本日の、まあ、所感というのは、まあ、内部は具体的なのはありませんけれども、まあ、そのような流れになっておりますので、あのご報告をさせていただきたいと思います。それでは、まあ、あのこの案件に関しましてご質問ありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。奈良テレビなんです、渡辺と言いますけれども、知事 の、 その補正予算をつけるならって思いっていうのをちょっと改めて聞かせてほしいんですけれども、まあ、なぜ必要なのか、はい、重いというでも、まあ、いろいろ幅が広いから、はい、まあまあ、まあ、
最近いろいろ報道されてて、あのまた教育委員会と目標の方と接触もありますので、そのような中での思いというふうに、まあ、あの思いますと、あのその中で、まあ、耐震化、耐震性向上といいますか、耐震性は、まあ、あの大変時間と予算かかるものですから、あのなかなか措置できないのがいろんなところであります。で、耐震化についてはあの教育委員会の要望を受けて、あのあの養護学校を中心に耐震化を進めてきたように理解をしております。で、今度の再編の中でその耐震不備というようなものが、まあ、あの出てきて焦点が当たったというふうに、まあ、思います。で、まあ、措置をしようということで教育委員会が判断されたので、まあ、予算要求が出てきたと思います。で、あの教育委員会の、まあ、そういう学校の管理ですね、ハードの管理、ソフトの教員 の、 あの生徒への管理、あの全面的に責任を持っておられますので、まあ、そのような、まあ、耐震というの、まあ、幸いそのあの地震が起こらなかったおかげで、まあ、事故にはつながって幸いですけども起こっておりませんのですけども、まあ、あのやはり怖いのでできるだけ早くした方がいいかというふうに思います。まあ、この機にあのできることはすべきだというふうに、まあ、要求が あることは歓迎いたします。知事としてその保護者、まあ、保護者というか生徒さんですが、生徒さんへの、その予算をつけることによって生徒さんへの思いってありますか？これ地震ですからね、その起こらないと何事もなかったようなんだけども、起こった時は耐震のあるところと耐震のないところと、まあ、あの家庭仮想の話ですけどもありますのでですね、あのそうですね、今までの災害、まあ、災害も確率なんだけど、災害が起こってあの例えば大川小学校のあれは最高裁まで行った管理責任も問われて厳しいと思いますけども、あれは津波なんですけどね、まあ、あのソフトなんですね、この生徒の管理だから、ハードで、私も基本的なのはハードで安心しちゃいけませんよと、耐震性が向上されても地震起こったら壊れるかもしれませんよと、逃げる時は逃げなきゃいけませんよということを、まあ、避難のメンタリティというのは、あのとにかくその時地震というのは、まあ、ある面一過性だから助かってほしいというように、まあ、災害対応としては思います。で、どちらかというとそのハードで安心だと、ここまでしたんだからと、人間のちょっと災害をいつも心配するのも大変だから、そのような気持ちになりがちなんですけど、いつも危険がそばにある可能性がある、見えない危険がボコッと出るから、その時の対応っていうのは、その個人の事情といわれる個人のメンタリティが大きいですが、その近所の人を助けよう、あるいは学校であっては先生が絶対ですから、大川小学校の教訓というのは、先生がそこにいろと言ったら生徒はいるんだから、山に逃げろと言えば逃げられたということが、あの教訓だと思いますけれども、これはすごく大きな責任と権限だと思います。それが一番だと思います。だから耐震の強化というのも、まあ、もちろんハードで大事だと思いますが、全面的に安全だというわけじゃないということをいつも思います。ご父兄の方のご心配はあるんです、これで安心だというふうに思ってもらうわけにいかないと私は思います。しかしいざという時にリスクを下げる投資はせないかんというふうに、は思いますけれども、どんな地震が起こるか分かんないし、という地震というふうに対応してはですね、で地震の時にでもその生徒さんをお机があればね、その中で助かるわけなんだから、その入れば助かるんだからということを先生方いつもしつけてないと、耐震したらそういうことをサボっていいよということは、まあ万が一の先生自身が思っちゃいかんというふうにお願いしたいと、それは
管理については学校の管理は先生全面的に権限持ってもらうのか、右向きは右なんだから、その管理僕は小学校の反省っていうのはすごく大きいと私は思っている。それに行政が介入すると管理自身に介入するってことは今許されてないんだからというふうに、まあ、いつも思ってますので、あの先生方 の, その自覚っていうのはすごく大事、災害時の自覚っていうのは大事だと思います。まあそのあのお答えとかっていうふうになってないかもしれませんけれども、まあこの災害に対応する、まあ、感想というようにはそのように思っています。今投資という話がありましたけれど、投資という話がありましたけれども、知事はまだ今日聞かれてないかもしれないですけれども、実際いくらぐらい組まれているご予定なんでしょうか、予算的に。このくらいかな、まだ聞いてないんですけどね。それまで発表される予定はあるのでしょうか。補正予算の時やから、その時に提出権は、提出権は地上局にありますので、はい、議会に説明しないといかないと思います。議会に補正予算案の内々 の, 提出の内容、重要事項は議会に説明し、何事も議会に説明してから、恐縮ですが皆さんにっていうのが奈良県会の奈良県政の順序であります。すいません、マイク欲しいです。関連しますけどね、確かにソフトの管理は非常に大事なんですけども、まあ、ハードの面という意味では本来やらなきゃいけないね、耐震を、まあ、10年以上放置してたという部分があって、まあ、そこら辺が、まあ、明らかになってない部分もあったから、まあ、今回のように非常に問題になっているわけでございまして、まあ、その、まあ、9日の日に、まあ、教育委員会が知事部局に正式報告があったということですが、その長らくこの放置していたことについては何か言及はあったんですか。研究員の方から長らく耐震化をですね放置しておった件についてはなんか何かしらの言及だったんですか、知事部局に対して。放置、まあ、その何かやらなければいけない部分があった、明らかになっていない、放置してたので、これは新聞さんのご意見だと思います。新聞さんのご意見だ、それを客観的かどうかということはまたいろいろ議論してもらったらと思います、うん、で私自身には言及とかその担当にあったかどうか知りません、うん、知りません。特に聞かれてはいないと。え、特に聞かれてはいないということですね。私のところには伝わってきてないですよ、うんうん、ね、それは新聞さんの今の3つですね、やらなければいけない部分があった、はい、明らかになっていない、放置してたという言及があったのか、放置という言葉ですけどね、うん、まあ、その自身、うん、そういう、まあ、見方っていうのはあり得ると思うんですけどね、うん、それは一つの見方だと思います、うん、私の立場からね、うん、それはそのもう少し客観的に検証されなきゃいけないんじゃないでしょうか、うん、歴史ですから、うん、いやね、こういうことになった部分については知事もね少なからず、まあ、結果的にですよ、これに、なった部分が多々あると思うんですけども、それもあなたの意見、うん、まあ、意見だと思いますけどね、はい、それはまたいろいろ議論とか、うん、客観的に検証されなきゃいけないと思います、うんうん、いつも私が言ってますのは教育委員会の権限が強いんだよね。うん、教育委員会の権限が国の法律で強い、うん、私の感想ですけどね、うん、この全体を踏まえた新吾さんの意見に対する、まあ、私の、うん、まあ、立場からの意見ということになりますけども、うん、何とかいう日米知事会議でアメリカの知事は教育の権限を全面的に持っているんだよね、ご存知のように全面的に持っているんだよね、アメリカの場合は、うん、まあ、ちょっとその辺は今いやだからちょっとまあ聞きなさいよ、どうぞ聞きなさいよ、だってこういう議論、はい、せっかくふっかけられて議論してたからさまあその押し付けじゃないはずだからさ、うん、面白い議論、面白い大事な議論じゃあ端的にお願いします。え、端的に、いや、お互いにいや言わないとさ、レッテル貼られたり押し付けられたりするの嫌だからということなんですけどね。で、西米のアメリカの知事は権限というか、日本は国法があって教育委員会があると、すごく私の知事の立場から全然立場が違うと、権限責任が違うと、まあ、いつも思ってたんだけど、日米知事会議が
あ、さらに思ったということなんで、これは国の制度だから、でその中の多少このふわっと穴じゃないんだけど、あの変わったのは教育大綱を知事が作れるようになった。これ法律があって初めてできたんだよね、うん、あの公に知事の大綱というあの意見を策定できるようになった。これはつい最近ですよね、ご存じのように、うん、これは僕は進歩だと思うんですね、うん、知事の権限が大綱という形で表明できるようになった。で大綱はその耐震性について強化しろとなことを言えるのかどうかってことは、これまた一つの曖昧だからね、うん、あの曖昧だから、あのそこまで言えるのかどうかというようなことをしっかり予算を要求してもらって大綱で作れっていうのは、まあこれいろいろその日頃の先ほど言ったのは生徒の管理についての責任が教育委員会にあるんだから、管理の管理の権限ないところに基本的な責任ないもんだから逃げるわけないんだけど、介入のしようがないっていうのは今までの私の気持ちっていうことなんですよね、まあ、それだけ言っておきます。その上でそれがもしその立場が正しければね、その上でまたご判断くださいということだけ言っておきますね、うん、簡潔に、ね、あの一時的にはね、まあ、教育委員会さんということなんですけども、まあ、平成27年の、ね、12月の時に、まあ、最初に国民持ってもらっちゃった時に、まあ、あの最初はどうも平城と奈良との統合ですか、いったというような、まあ、お考えの部分があったと、あのそれはあの教育長がおっしゃってたんですが、で、まあ、あのその知事にあの報告があった時に、まあ、その前もおっしゃいましたあの教育の質の向上ですね、その統合で、まあ、教育の質の向上につながるんですかという内閣を受けて、まあ教育長はそこでまあ立ち止まられて、まあ、これならばまあ耐震化を重視するんだったら、それをあの、まあ、要決断できなかったと。遮って悪いけど、うんうん、面白い議論だから、うん、まあ、必要なのはぜひ検証してください、うん、ここで私の態度は今言ったことに尽きてますから、うん、でその個別のいろいろこのヒストリーをね、うん、検証されるのはぜひまた、うん、あなたの取材で検証してください、うん、はいはい、ちょっと時間の都合で簡潔にした方がいいと思いますけど、うん、私は、ね、いやですので、そういう、ね、言われてもいい、教育の質の向上だと、あとね、ファシリティマネジメントもね、うん、おっしゃいましたけども、まあその一昨年の3月にあのこの県の公共施設と総合管理計画ができた。ファシリティマネジメントに、ね、あの学校施設入ってない。いや入ってますよ。入ってない。入ってない。入ってます。出てこない。管理は向こうなんだ。ファシリティの土地とかはファシリティマネジメントするけど、うん、いやそこに、ね、現存の校舎は入ってない。それだけ言っときます。それだけ言っときます。またそれを検証していろいろ議論されればいいじゃないですか。また担当からまた行って返事もできるからさ、うん、ちょっと時間があれだから、うん、他もあるからと思って言うだけ、まあ、時間余ればまた行ってくださいよ、なんぼでもいいから。あ、そう、うん、なんぼでもいいですよ、はいはい、どうぞ、はい、なんぼでもいいですから、はい、うん、だからこの全体の、ね、中の、うん、逃げないでください、こちらの判断、え、逃げないでください、当然ですよ、うん、失礼じゃないか、うんうん、何が逃げてるっちゅうことなの、怒らすつもりなんだろうと思うんだけど、逃げるわけないでしょ、うん、全く逃げないですよ、はい、ね、分かります、権限の範囲で 全面、うん、全力を尽くしています、それだけは注目してください、当然でしょ、おっつなんという言葉が失礼な、大変失礼な言い方ですね、それだけ言っておきます、はい、おっとこうっていう、ちょっと関連なんですけど、まあ、あの今回、まあ、怒らすつもりだ今回ね、あの代替案出されて、まあ、例えば、まあ、奈良校に関しては城内校舎にあの2学年分を移転移動させると、で1学年は残す、まだこういう手法になって、まあ、さらにまだちょっと課題が山積みになるとは思うんですけども、まあ、そこら辺の、まあ、今回の代替案の感想も含めて、まあ、知事としてはなんかどうしたらこうこの課題解決するのか、そういう思いがあるのか、所見も含めて教えてほしいんですけど、本当 その代替案といいますかね、仮設住宅も含めていろいろ練られて、その過程に私入ってませんし、またそういう権限でもないというのは、先ほど言ってることを逃げてるわけじゃないということを繰り返し言っておきたいと思いますが、権限があれば私の責任であれば当然やるのが私の流儀だから、
大変失礼なこと言われてカッとなっちゃいけないんだけども、大変失礼だと思いますよ。私もずっとやってきた姿勢に対してね、大変失礼だと思うんだけども、あの今度の権限で教育委員、教育長がね、随分練られたじゃないですか、練られたじゃないですか、どういう扱いを正当すればいいのかと。あのそれを練られたのは、あのまず尊重しないといけないと思いますけどね。私の立場から言えるのかな、そのあんまりそのこうだああだと言う、まあ大体あんまり言う立場にないように基本的に思うもんだから、今の感想と言われてもね、生徒の扱いだから責任持ってやってくださいよというのが今まで の、 あのチーム局と教育委員会の関係だったと思ってるもんだから、これ逃げることにはならないと思いますけどね。繰り返し言うけど、大変失礼な言い方をされたと私は思うんだけど、私の今までの流儀に対して、逃げたことなんか人生一度もないんだから、よく言うわという感じはするんだけど、まあ、あの質問だからね、そういうことは今の返事にしときますけど、で今のその、 あの感想と言われてもね、あの生徒の扱いだから責任を持ってやってくださいよということを期待するのみですよね、感じとして。具体的にこれがいいのかあれがいいのかということになかなか あまり発想が出ないし、まあ控え、まあ、調べていいよと言ったら何でも言うのかと思うんだけど、やっぱり権限ないとこにあんまり行っちゃいかんなというのを思いますけどね。この教育委員会と知事の責任の線引きということになると思う、ちょっといろいろ映ってくると思うんだけどね、映ってくると思うんだけども、あの今までの教育委員会の立場は生徒の管理は学校に行くと校長先生が全責任を持つんだから、施設なんかは教育委員会が全責任を持つんだから、こちら予算措置なんだから、要求あれば査定するとか、要求ないところに査定はないのが予算措置の基本的な考え方だから。というのが、まあ、基本的な私の、まあ、古いかもしれないけども、その役人の伝統的な考え方なもんだから。ただ予算措置続きです。予算措置続けるときの思いがあるんじゃないかなと思うんですけど、それはど今回はどうでしょう。まあ、これから精査しやるのこれからの予算措置は、はい、あの十分答えるように予算措置はしたいと思います。これ内容がいいのか悪いのかということを一から吟味すると、またプロセスを一から、プロセスが合ってる上で最後の予算措置なんだから、でプロセスのその実質的なとは教育委員会がされてるんだからということですよね。大体その予算でこの権限が他の部局にあるところの権限が確立しているところの予算措置というのは、あのやむを得ず予算がお金がないからとか、まあそういう先送りとかっていう予算の査定はあるけども、基本的にそれがいいとか悪いとかということはあんまりないじゃないかと私の考え方では思っています。ちょっと細かい確認ですけど、あの教育委員会からはあの一県立高校だけで他の校舎についても開設するっていうのは、まあ、そこはあのそれこそこれから吟味の対象なのかもしれないですけど、基本的には全部受け張るっていうことでいいですかね。そうだと思いますね、はい、その教育委員会が練った案だから、ね、はい、あの前回 の今の総括的な意見としては最大限尊重せないかプロセスじゃないかと思ってますよ。予算措置という責任もあるんだから、提出権も私にあるんだから、うん、要求あっての提出だということにこのケースでは思っています。その他の部局はそのファシリティマネジメントと言われる廃校になったところなんかはどうするかっていうのはあの練ったりしますけどね、現の校舎の扱いについてのそれは対象になってないと先ほど申し上げた通りですね。関連してですが、NHK の3手ですが、あの今回、まあ、いろんな立場、見方があるというのはおっしゃる通りで、ただあの経緯についてよくわからないところがあって、特にその安全性への考え方、耐震性への考え方で、今やり取りの中で知事はそのこの経緯については客観的に検証されるべきとおっしゃって、ね、ヒストリーはね、そうですね、でそういうことを教育委員会に促すようなお考えってのはありますか。そうですね、これ皆さんとの会話ということにもなるからね、あのどういう経緯だったのかっていうのね、次のこともあるから、するとあの教育委員会と知事部局の関係も今ちょっと流動的に対抗ができて流動的になってるのかな。先ほどアメリカの例も言ったけどね、そういう例もあるんだから
あの文科省があんまり堅くなに教育委員会の権限を犯すなと今まで言ってこられたように思うんで、私の見方は、うん、それが一つの壁になってたと私は感じ、いろんな面でね、でそれをもっとあの流動的にあの交流意見を言える立場になればね、いろんなことを言えるのにという思いはあるわけ、むしろ積極的な気持ちがずっとあったわけ、うん、でそれには壁があってそういうことは言っちゃいかんのだというふうに、あの国の法律でそうなってんだからというような感じの、国の法律で決まってるのがアメリカと全然違う、もう全面あの委任されてるところと、委任という法律もないんだからアメリカは、というのが私の観念だから、それがこの歴史とともに変わってくるかもしれないという意味でも、広い意味でその歴史検証みたいなのはあのされたらどうかと思いますけどね。それはよくその誰が悪かったかってというふうに、まあ、皆さんよくこう追及されるパターンは、まあ、それもあのされたらいかんということではないんだけども、歴史の検証は次に生かすための検証であれば僕らにとっていいんじゃないかと私は思うもんですから、あの事件事故みんなそうですけど、幸い事故事件は起こってないんだけどもね、次の検証のためにいろいろどういうその権限の在り方、介入の仕方、意見の言い方っていうのはあったのかっていうのは、これ一つの大きなストーリーになる可能性あると思います。大事なケースだとは思っています。でそれは、まあ、大きなところで国の日本の国宝の在り方にも関係すると、まあ、先ほど言ったわけなんだけども、それをなかなか文科省の国宝変わらないんだけど、文科省でもちょっとずつ変わりつつあると。私国の中で他の地方文献の中で随分変わってきた中で、文科省の法律っていうのはなかなか変わらない分野だなという印象をずっと持ってたもんですから、さっきみたいな発言をしたんですけどね、それが変わりつつる可能性もあるかもしれないというふうに思いますので、今度のケースを、まあ、検証再編という、まあ、耐震の話もあるけど、再編のプロセスの中で出てきたいろんな議論でもあろうかと思いますので、再編というのは一つ の検証過程だと。再編自身はそれこそ知事部局で、私なんか介入 の権限とか責任は全くないなというふうにずっと受け止めてきました。これは逃げてるとかそんなんじゃないんだから、そのように役割だと思って、国宝でその再編について口を挟むのは許されないというふうに思ってきたっていうだけだから、いやそう思っちゃいかないで、もっと介入しろよという意見があるかもしれないけど、じゃあできるのかっていう検証していかないと、今まではそうだというふうになってたというふうに私は、今までの奈良県の再編でもずっとそうだったと思いますけども、他の県でもそうだったと思うんですけどね。というのは国の法律で教育委員会という制度が厳然としてあるんだからというのは、私の見立てということを繰り返し言っておきますけど、それを前提にいろいろ判断、それは変わるかもしれないと、教育振興大綱が作れるようにもなったんだし、これはすごく大きな進歩だと私は思ってるんですけど、知事権限は初めて積極的に法律で定義されたというふうに思うんですけど、教育の国の法律はすごくたくさんあるからですね、アメリカと違うんだということは実感してるんですよね。もっと緩めばね、知事が教育の内容とかに介入できる余地が生じると私は思います。私も教育熱心な好きなとこあるからね、障害者とか出所者の教育をアメリカの知事は私がやったと言ってるんだからね、実学教育とかね言ってるんだからね、もうちょっと熱心にはしたいと思う分野はあるんですよね。それが私の感じは教育委員会の壁、教育委員会制度の壁に阻まれているというようにずっと感じてきましたのでいうことですね。それでいいわけとおっしゃるならば何をということになるんですよね。法律制度の見方がそうだったというだけの話で私は思っています。その大きな観点の知事と教育委員会の関係というのは一つ検証すべきかもしれませんが、今私申し上げたのは教育委員会の中で当時どういう判断があってどう決めていったのかを、それを検証せよって伝えないにしても検証した方がいいんではないかというお気持ちはあるんです。それは教育委員会の中でどういうふうにこう形成されてきたか、それと外との出し方、調整の仕方っていうのは
あの今後のためにもあるから、まあ、あのよく教えてもらうとありがたい、まあ、それは検証という形であのされて振り返りというと、あの知事部局ではいつもやってますけども、いろんなイベントがあったりするといつも振り返りをしてね、あのこれは良かったのかどうなったのかというふうに振り返りをしてますけれども、まあ、あの教育委員会でもされたらいいかなと思いますけどね、促すことはあのできるかなと思いますけどね。このわけで他にご質問はどうでしょうか。ではあの他の案件も聞きまして、はい、よろしくお願いします。はい、実はあれです、初めてだ。今こうして顔をさせようと思って消しかけてる感じ、その手に乗らないようにしよう。はい、面白いな。あの補正予算の話が出てきたので、あの補正予算の話が出てきましたんで、あの次に伺いますけれども、今まさにあの来年度当初予算が、まあ、編成まとめちゃうと思うんですけれども、国の方、あ、いやいやいや、あの県の方、はい、あの今年 の、 あの予算編成、まあ区画編成になるかと思うんですけれども、あの知事としてのテーマというか、まあ、来年度予算、そうですね、はい、あ、来年度選挙あるから、まあ、普通は国家予算、まだね当初の話は全然私のところにその骨格も骨格というかね、そのラインも上がってきてないんですよね。今は12月補正 の、 あの段取り日程なんかはこのまま上がってきて、まもなく補正の提出の中身はまもなく私のほうが上がってくると思うんですけれども、当初はまだ全然上がってきてないんですけども、あの想定されるのはあの選挙があると骨格予算になると思いますので、あのその骨格制と、まあ例年あれ各県ともそうだけど、あの骨格制というのを維持するのと、それは選挙の結果の責任者の登場を待つというのと、まあそれが普通だったんで、どこまでその骨格制というのがあるのかって、でよくあの継続的に、あの事業が進んでるものとかね、あの途中まで来てる予算とか、あのこのような緊急的な予算というのは、あの当初でも入れてもいいよというふうに、あの議会との折り合いで出るのが多いですから、まあその骨格の内容はどの程度になるかということにこれからなってくると思いますけども、そのまたに寄ると思いますけどね。まあ、骨格予算というのが基本的なことですけど、骨格制がどの程度あの骨格なのか、まあ、骨に多少の肉がついているかどうかということの程度だと思いますけどね。とはいえ、必要不可欠なあの骨の部分の予算にしても、まあ、ちょっとあの骨も削らなければいけない部分も、あ、骨も、あ、削る方、あ、削る方、え、骨も削るか当初で知事変わるときも、それの、今年度向けの、まあ、骨格の骨格としてのあの、まあ、方針というか、骨格だけでもここは削るとか何かそういうあれはあるんでしょうか。骨を、まあ、私削るのあんまり予算で査定あんまりしたことないので、国でもこちらでもあんまり査定したことないので、その骨を削るというもの、全体の考え方は、あの財政の構造全体のですね、財政のその健康度を維持するっていうのは最大の大きな目標ですね、財政の。でそれはあの決済管理とかね、決済をあんまり増やさないと、まあ今金利は低いけどね、あの決済を増やさないとか、財政に赤字出さないとかね、まあ、まあ、そういうのは大きいですね。そこからあの BS 関係では、あの無駄な資産をなるべく潰していくというようなことを心がけています。まあ、それはあのどのようなあの
首長でも心がけられるはずですのでね、まあ、財政運営のそういうのを維持する、それとまああの奈良県の特徴から見ると今までその財政はその大変小さくバランス取るということだったんだけども、あの税源関与という立場からもあの税源に回ってくるように市町村も含めてね、あの税源関与できる投資っていうのはしていかない、これは経済っていうことになると思います。これはあの民生の分野では雇用発生ということになると思いますが、奈良県の実情はその面が大変弱いので、それには心がけてきましたので、まあ、そのがあの、まあ、大事だということ、未来への投資、税源関与につながる未来への投資、ね、財政の、まあ、規律、まあまあ、骨を削るが財政規律ということをおっしゃっているのかもしれません、まあ、それは当然でありますので、あの骨を削るか肉を削るか水を除くのか、とにかく予算はこまめに、地方の予算はこまめに積み上げたり削ったりするのができますし、それが一番大事かと思っております。国は大きな柱をバーンと打ち上げてね、それにあの資源を結集するという手法が、まあ、日本の国は割と多いですね。経済財政諮問会議でこれをなんとかせないかんということでされることが多いと思いますね。地方はもう日々いろんなことがあるので、こまめこまめこまめがに積み上げていって、その将来 あのバランスがあの地域で取れるように、経済的にも経済が良いと税源も財政も跳ねかいいように跳ね返るというふうに私は思っています。これはあの骨格部分になるのか分かりませんが、来年度はあの消費税増税が迫っており、その半導源等の影響もあの懸念されると思うんですけれども、そのあたり奈良県独自で予算当初の段階で訓練関連というお考えはありますでしょうか。今のところまだその当初でそういう消費税増税対応というのはあまり出てないんですけどね、あの国の消費税増税対応というのは全体の経済のこのずっと安定している波を下げないっていうのと、その10月に変わる時の 2% 動く時のそのカクッと下がる、まあ、傾向が日本は、まあ、ヨーロッパはそんなにないんだけどね、2つっていうのと全体の勢いを落とさないと2つ、まあ、対応は違うと思うんですね。その流すっていうのに国は随分注力されているような気がいたしますけれども、でその全体の勢い下げないっていう流すっていうのはのに、まあ、あの国 の予算に先駆けて地方っていうのはあまりアイデアないです。で全体の経済の勢いを落とさないっていうのは、あの消費税でダメージあるときにあの、まあ、地域でやはり偏差があると思うんですよね。どこに偏差があるのか、そういう影響を受けないようにあの経済をその温度を上げるようにということを、その消費税のあのアップがあるからということはなしに、税源関与につながるように雇用があの維持できるようにということで、あのいつもこうやってないか、経済活性化っていうのはやってないか、まあ、奈良県の事情だというふうに思っています。だから消費増税の時にも同じようなことだと思っていますので、あの消費増税の時に対応するのに、あのそういうことを心がけている地域とそうでない地域で多少差が出るような、例えば、まあ、インバウンドの消費を取り入れるというような消費税 2% 上がったとき、国内消費、地域消費も含めて多少ちょっとダメージあるかもしれない。それをインバウンドで取り戻せる地域とそうでない地域に差が出るんじゃないかというふうに思います。すると地域の知恵なんだけども、インバウンド消費をその穴埋めに使うというのは、まあ、あまりその手の内みたいだけども一つの知恵としてあるんじゃないかと私は思っています。まあ、とはいえその肝心のインバウンド あの観光であの落ちるお金が奈良県は全国でも書いたことなんですけれども、それがまあ課題っていうので、それを努力して直そうと、こういう時にも役に立つように直そうということでずっとこうしてる、これはあの直そうという努力を逃げないでしてるつもりだから、率先してつもりやってるつもりだからということなので、それはあの、まあ、効果多少はあるように思いますけどね、あの
出てるように思いますけどね、まだあのこれからだと思います。実際にその消費の方に効果が出るのはね、あのこれから特に宿泊による消費の効果が出る、宿泊の施設があるのとないところでやっぱりインバウンドを受けるお皿が違うというふうなことですからね、お皿の大きさをやっぱ大きくした方がインバウンド、これはあの日本の消費税アップと関係ない消費だからね、これはあの大きな意味があると思う。今までの 5% から 8% の時と違って、この 2% はインバウンドで、あのみんな各地域思っていると思いますけど、インバウンドで一応元気を維持するのだというふうに思っている地域も多いと、奈良県もそうだと思います、ね、そうだと思います。でそれはあのその落ち込まないようにするというのには多少あるので、先ほど構造的に あまりこう消費を訪問客が多いのにもかかわらず消費が少ないという構造的管理はある、うん、ありますけど、そのしかしとにかくインバウンド来られる地域っていうのはそれでも羨ましいよと、来ない人のところから言われるんだからとても大きなポテンシャルがあるということですね。それをその取りに行くっていうのが一つのアイデアだとは思っていますが、あまり手の内をまあ、隠すわけじゃないけども一つのアイデアだと思っています。奈良県としてはこれまでもホテル誘致ですとか、まあ、民泊条例整備ですとか、ちょっといろいろ観光する取り組みなんですけれども、また、まあ、今後さらにもう一歩消費税増税を穴埋めするぐらいっていうんであれば、10月に間に合うかどうかはちょっと分からないですね、まあ、ホテルとかその施設的な、まあ、時間かかりますからね。しかし、まあ、お客さんが来るときにその飲食とかいろんなのが整備されるので、それと大事なのは来られる時にね、インバウンドの人バスでバッと来られるけども、例えば来年のそのまあ一つの変化があるのは、今までのずっと見てるとバスで大仏で前行って2時間3時間とまでパッと帰られる、消費がとても少ない、それがなくなるんですよ。大仏前駐車がなくなるんですよ。でそこ のバスターミナル、全てバスターミナル、バスターミナルだと滞在時間が、まあ、強制的って言わないまでも歩かないかんし、大仏殿だけなしに興福寺とかバスターミナル周辺 のことがある。それとぐるっとバスをずっとその 大宮通りぐるっとバスでやると、赤いバスでやるということは、その少なくとも奈良市の奈良市大きな消費地だから、平城宮跡とか西の方へ拠点があれば行かれる、奈良町の方に赤バスで行かれる、で大々バスで若草山に行かれると、3本のバスでなるべくその大仏殿へ行って帰られるというパターンのインバウンドをなるべく抑制しようということが実現はしてると思います。来年の10月はですね、バスターミナルがもうこの来年の春までには出来上がってますし、ぐるっとバスも直通運転の奈良コースとの調整が進んでますので、それは当初予算になりますけど、これは要求したいと思いますけどね、骨格で脅すよりも要求しておきたいと思いますけどね、その消費税対応ということも今みたいにこうストーリーを考えるとね、消費税にも効果あるから、消費税アップでもインバウンドを取り込むっていう競争だからというふうに議会にも説明したいですけどね、これは誰になっても必要なことでしょというふうに説明したいですけどね、今の気持ちでは。ありがとうございます。すみません、関係新聞です。国会で今外国人労働力の拡大を受け入れる、受け入れを拡大するという出入国管理法改正案が議論されていますけれども、仮にそのもし本当に来年から始まるとなった時に、奈良の視点からは知事はどういうふうに捉えていらっしゃいますか。入管法の改正ですけども、こんな本格的な議論が始まるのは、私のずっと外国人労働者をどうするかっていうのは
参議院になってからの一つのテーマでありましたので、あのそういう動きがあることは基本的に歓迎の気持ちが強いです。で、多分田中さんおっしゃるのは拙速じゃないかどうだと、こういうことも意見もあるよということも踏まえておられると思いますが、まあ、それはその通りだと思いますけれども、あの外国人の扱いっていうのはあのずっとその参議院の時からも問題提起してたんだけど、正面切って議論することがなかったんでね、政治の場で。だからこの法案という形で、まあ、多少拙速議員かもしれないけども議論されることは歓迎で、この機会にあの本質的な議論をして、本質的な議論というのはグローバル化の中であの外国人の人材をどのように日本は制度的にもメンタル的にも受け入れるかって、特にメンタルですねというのが、あのそれこそ逃げてるんじゃないかと、政治が逃げてるんじゃないかと思ってきた点が点なのでですね、今度も逃げないように議論してほしいというのが、技術的な話はなしにすごく基本的なところがあるんですけど、これなかなか大変なのでなかなか解決できないんだけど、そのこれ日本は男性的になし崩しじゃないかという意見もあるんだけど、しかしどんどんなし崩し的に進む中でも本質的な議論を忘れないようにしてほしいという気持ちでいっぱいです。で、本質的な議論というのは何かというと、あの例えば大坂なおみさんがね、あの全米オープンで優勝された、これすごく大きなイベントだけど、あの日本人かどうかとかいうのはドイツでもあるんだけども、あのそういう問題が起こった時にそのどのように考えるのかというようなこととも繋がってるんですね。これはあの働くワーキングビザの話、ワーキングビザの話ですね。で、入管法はビザの話ですけども、そのようなあのテクニカルな面と、その基本的な面、あのメンタルのテクニカルな面とメンタルの面と、その基本的な面と、まあ、3つの議論の分野があると思います。で、これは3つ私がみんな仕切る立場にはないわけなんですけども、私のこの立場にいるものとしても、あの本格的な議論をあの 国政で展開していただくのが嬉しいなというふうに思います。多少総論ですけどね。今お話聞いてると知事はすごくあのポジティブに受け止めてらっしゃって、政策に進めるべきだというお考えかと思うんですが、この間あのちょうど東アジア政府会合の時にも、あの外国あのお話の中でいろいろ外国人の方は日本人よりもその大企業重視であったり社名とかそういうのにとらわれないから、こう中小企業の労働力としてもすごくいいよという話があったかと思うんですが、ならまさにあの中小企業がたくさんあると、その現実的な話としても、あの地方の関心事項だと、あのこの前東アジア の会議聞いていただいてありがとうございます、ありがとうございます、でまた記事も書いていただいてありがとうございますと言ってこうお礼を申し上げておきますが、あのすごく結びついてるんですね。ですからテーマの一つが人材育成ですよね。人材育成ですよね。で、あのグローバル化における人材の位置づけっていうのはもうアジアでもものすごく進んでるんですよね。ヨーロッパももちろん進んでるんだけども、あのパリの大祭りに行った時に、あのフランスの、まあ、なんこの前も置いてあるけど、マクロンの労働政策っていうのがね、すごくそのグローバル化の中における、あそこはもうフランスは外国人がいて当たり前と、その時の調整をどうしてるのかっていうのがもう長年のもう積み重なった経験でこうしながら進んで、日本は本当にまだその向こうが高校大学だとまだ幼稚園に入るかどうかっていう、そ の労働力、外国人労働力政策という点ではね、あの議論が経験も少ないし議論も含めてないという感じがするもんですから、逃げられないテーマだから、とにかく議論して日本流の対応をよく知恵を絞る必要があるんじゃないかなと思ってます。地方政府としてはその地方のある地方政府会合でそのお互いの問題意識をこう
聞き合おう、言い合おうということなんですけども、あの一つ の, その東アジア朝鮮会合を作った動機にもなるんですけども、あの知事になった時に知事会からあの欧州議会に派遣されて、欧州議会でこうレクチャーしたんですよね。で、その欧州議会の地方政府会合っていうのがあったんですよね。で、そこでその、あの議論ちょっと聞いたんですけど、するとね、ドイツの地方、田舎の市長さん、女性の市長さん、なんか似ておられる方だったけども、そのあの移民問題をね、今日はそのテーマで地方 の, あのイタリア、ドイツ、フランス、そこからあの欧州のオランダとか、まあ、それぞれ進んだったり、ヨーロッパの中でもあるんだけど、あの大きな問題はトルコ移民どう扱うかっていうこと、その社会的にどう扱うかっていうことを、ケンケンガクガクと市長さんたちが議論している、市長さんたちが議論している。で、同じようなシチュエーションだったら、その外国人労働者が、日本の市長さんたちが議論が始まってないんですよね。国宝の様子見よう、まあ、私の今の姿勢でもそうだけども、市長さんたちがその移民の実態が地方にあるから、でいろいろ問題もあるし、しかしあのポジティブに考えないかん面もあるから、ものすごい熱心に議論、もうすぐあのショックを受けましたね。それも10年ほど前ですから、もうあのそれがまあ今度のいろんな難民の受け入れでも、あんなに受け入れてもまだそんなに国が壊れないというバッファーになっている面もある。それでも相当 の, あの政治的な物議は醸してますけども、社会的にはそのもうすごいことになっているというわけじゃなしに、あの延々と移民を受け入れてきた歴史があるから、でサッカーでもあのいろんなところで もう全然人種が違う人が出てきてるということでもあるしですね、ヨーロッパの中の人種問題とヨーロッパと外の人種問題というのはもう存在してるんだけど、それを克服しようという強い意志がヨーロッパにあるんですよ。それで戦争が起こったりしてたからですね、強い意志が。だから東アジアはどうなるのかなと思って見てます。それを克服して、あの平和な東アジアができたというのが東アジア地方政府会合の気持ち、願いでありますので、あの人材育成問題議論、あんなに議論、あの地方政府は平和に議論できますよね、平和に議論、実務的な議論できますよね。どんな高齢化が進む、どんなふうに、地域の活性化しようか、どのようにあの職を与えようか、韓国なかなか経済大変ですけども、まあ、そんなふうな議論があのこれから東アジアで出れば、で日本の今の学校に向け、まあ、あの教育も同じだけど、国がやってくれるからって言ってこうしてちゃんと議論してくださいねってぐらい言っとくのがまあ普通の対応なんだけども、これがあの地方に実態があればね、 あるいは知事の権限責任が発生すればどうなってるんだっていうことを調べることから始まりますよね。外国人労働者が奈良県内どんな実態でいるんだ、でそれをちゃんと扱ってるんだろうかっていうふうにこう調べる責任が発生すると思いますけど、まだそう直接的に発生してないようには思っていますが、まあ関心持たなきゃいけない分野だと思いますけど、今度の入管法で あの知事の責任っていうのは、地域での受け入れが市長になるのか知事になるのかっていうことは、あのまあ法律で書いてあるかもしれないし、あんまりはっきり書いてないような気もするんですけどね、受け入れの資格、入国ビザの解禁とオープン化っていうのが今度の入管法改正の大きなことですから、で受け入れは大丈夫なのか、誰にやらせるのかっていう議論が、その入管法の議論の一つの大きなテーマだとは地方から見たら思いますが、そんなようなことも議論を深めていただきたい。でそれが足らなければ法律を追加するとか条文を改正するとかっていうところに行くかどうか分かりません。これ国語の話だ。そのヨーロッパの事情を言えば、あのドイツの田舎の市長さんがね、女性の市長さんがトルコ人をどのように扱うか、こうやって扱ってる、こうやって保育からもあらゆることを議論されててね、その通訳があったからね、ドイツ語 EU だけど もうあらゆる言語の通訳があるから、英語で聞いても、ああそのすごくこういう議論してるんだなというふうに思いました。日本にはない議論だと思うね、今でもないですけどね、しかしあの入管の議論だと思いますけど、もう向こうはもうビザないぐらいだから、あと来てどのように扱うかということで、あの差別をしないようにすることがまた大きな前提であるから、日本は非制度的差別が
あるというふうに言われちゃうとね、グローバル化の中でなかなか生きていけないんじゃないかと私は思ったりします。差別はでするんだったら理由を立てて表に出さないといけないというふうに思ってますので、そうでないと世の中国際社会渡れないんじゃないかというふうに思いますので、そういうことも含めて議論していただければというふうに思います。まあ、ちょっと踏み込んですみまして時間取りましたが、他にご質問よろしいでしょうか。フランスで行った時に、どうぞ、いいですか。簡単感想っていうか知事の見立てだけお聞きしたいんですけども、今日、うちなんかも乗せさせてもらったんですけども、 JR の大阪東線ですか、来年の春、まあ、それはJR 西日本全体の交通みたいな、ただ奈良にとってやっぱりちょっと面白いなと思ったのは、そうそう、奈良からその新大阪までの直通の快速の電車を走らせると、来年の春から。こういうものの効果とか、そういうのは知事はどういうふうに考えますか。効果ってものすごく大きいと思いますよ。直通、新大阪直通っていうのは全然違いますから。で、一つは貨物船を旅客船化するっていう構想は塩川正十郎さんが熱心だったんですね。直接関与したことないんだけど、同じ部局でもうとにかく熱心だった。上等船、上等船で割とその投資がいるし、地元もJR もあんまり熱心じゃなかった。塩川さん一人が引っ張ってきて亡くなったけど、もうものすごい印象的ですよ。塩川さんの功績だということを思い出します。もう塩川さんは関西空港とこの上等線を2つものすごい熱心になって、もう運輸代の予算なんか本当にこれだすごい、それがものすごい印象的で、それが実現したという、そういう側分をそばで見てたから、すごくそういう面でも嬉しいと、塩川さんのご功績でしたねということをこんなとこで喋らせていただくのはとても嬉しいというので、それが一つと、奈良県にとってはすごく意味が大きいというのを思います。でもう一つの願いはまだできないんだけども、関西空港からの直通快速があれば、関西空港から奈良へ行く。でこれは天王寺折り返しがあそこは煩雑だからって拒否されてるんだけども、もう一つの案は港町まで行ってね、ちょっと余計時間かかるんだけど、港町だと折り返しの余力があるから、天王寺から港町まで行って、ドームまで行って、この奈良まで折り返しというその直通列車が、快速列車があればとこうない希望しています。これまだ西日本と接触してませんが、この新大阪に入ったんだから外国にも入れてくれるんじゃないのとこうお願いをしたい気持ちで今日はいっぱいです。余計なことなんだけど、このパリに行った時の盆祭りの時の公園でね、これだけ人が来てたって写真が昨日もらったので、ちょっとご披露していいです。この公園にこれ2万人こうお祭りの方が来たって、僕はこのアプリに行ったんだけど、これ半分ぐらいだったけど、とても天気が良くて、こんなその舞台でお祭りの舞台やってるんですけど、これだけ人が来て、担当がすごかったって言ったその写真が昨日いただいたので、さっきも戻りますが、関空への直通列車というのは JR に別途申し入れるおつもりですか。これからね、当初に骨格に入るか分かりませんが、まあ機会があればと思ってます。機会があれば港町折り返し、今まで天王寺折り返しをあそこは天王寺駅は錯綜するから無理だと言われてて、僕の前の時代から言われてるので、直接僕は言ってないんだけどね、いや港町だったら折り返しできるんじゃないかっていうことをアドバイスしてくれた人がいるので、一度聞いてみようかと。しかしそれも手間がかかりますけども、列車運行にとってみればお客さんがあるかどうかっていうのは大きいですよね。新大阪からこちらっていうのは西日本にとっても
山陽新幹線から、すいません、奈良っていうのを一つ増やそうと、まあ、JR 東海が奈良の方へその東海道新幹線からこの横にして移住を増やそうというのと同じように、山陽新幹線からそのまま京都だけはなしに、その南の方へ、和歌山もそうですけど、この奈良っていうのは大きな商品造成のきっかけなのは、商品造成が随分違ってくると思うんですよね。まあ、それがJR 西の、まあ、一つ の商品価値だと思いますが、その関空からその港町折り返しで奈良まで来るっていうのも、インバウンドを奈良どれだけ目指されるのかっていうのが定着してくると、それも意味があるなというふうになってくるものでありますので、まあ、インバウンド奈良の魅力を増やすのと、そういうアクセスを良くするっていうのを一緒にこう上がればいいなと思っています。今はその直接アクセスないのと、宿泊施設がないから、大体こう大阪に泊まられて、大阪からバスで大仏殿行って帰ると、こういう旅行パターンになっている。それをちょっとこう改革変更できないかっていうのでもがいてるわけなんですけどね。割とその何年も先じゃなくて、近いうち、JR にもし言うとしたら、その何年も先じゃなくて、まあ、数ヶ月とか1年とか機会に捉えて、その投資が少ないからね、廃線だからダイヤの編成でできないかっていうことなんでね、その天王寺駅が難しいからというふうに、まあね、それで港町行ってっていう案がなかったんで、ちょっとまあそんな経費がかかるしとおっしゃる可能性あるんだけど、まだ行ってないのでね、一度入れたら思いますけど、まあ、もっと有効なのは関西空港から奈良出勤まで直通新幹線を作るというのがもっと効果的ですけども、それにはインバウンドが奈良はものすごく増えてくるよと、こういうのも意味があるよ、神社の接続にも意味があるよというふうに、まあ、将来の見通し でもね、なってくれば実現可能性が高まるというふうに思っています。これは私の夢ですけどね。大きいですか？他によろしいですか？別だけですけども、県庁のね、県警本部が入ってる隣の上り王子北の駐車場ですけども、上り、そうか、10月の後半ぐらいからもう慢性的にね、渋滞になってると思うんです。で、まあ、まあ、私もちょっとそこ割り当てられてるので、まあ、普段使わせていただいてるんですけども、入れなくて、まあ、民間使ったりとかですね、もう初めからもう歩いてくることもあるんですけども、まあ、まあそれはそれでまあ仕方ないんですが、まあちょっと1台出たら1台入るみたいな形で、まあ並んでるとまあ大体15分ぐらいかかって予約が入ったかなという感じなんですけどね、まあまあまあそれは単純にまあ車の流入、まあ、つまり観光客が増えてるのかどうかというのはちょっとわからないんですが、まあ実態として渋滞が起きているので、まあまあ、パークアンドライブを一層進める必要があるんじゃないかと思いますので、その点がどうかという点と、あと、まあ、そのソフトのところですけどね、警備員さん立ってて、ね、民間の駐車場をお探しくださいっておっしゃってて、まあ、それはそれで役名上そうだと思うんですけど、ただね、言われた方どこ探しゃいけないんだと、で例えばね、シール作ってね、ここ行ったら空いてますよとかね、行けますよっていうような分かるようなことをね、例えばね、係の人が渡されるとかね、なんかそういったね、もうちょっとなんか利用者あるいは県民立場でねなれば、だいぶまた県に対する印象というのも変わってくるんじゃないかと。まあ、印象はいいけども、うんうん、この辺り その駐車場政策、うんうん、まあ、TDM という交通流政策っていうのの、うん、まあ、大事なポイントだと思います。うん、で、ずっと住んでても東大寺登っていくからね、できるだけ奥へ駐車したいとみんな思ってね、みんなでそれを許してきたから。駐車場政策はこの地域なかったんですよね。でもこれも逃げてるわけじゃないけど、普通は市がこうやるんだけれども、見過ごせないから県外ああだこうだで、県庁もあるしということでああだこうだ、まあ、言い出し始めているんですけど、別々それはいいんだけど、どこやってもできればいいんだと思うんで、その、ポイントはですね、一つはその奥へ駐車場を作るっていうのは道の込むだけだから、あまりいい政策じゃないんですよね。プライオリティが低い政策
でもう一つはなるべく離したところ、ここで大宮通りに駐車場を作って、アクセスを良くする。これは地元にとってそのアクセスの途中でいろんな消費をしてもらうとありがたいという魂胆もあって、まあ、おすすめの政策なんですけども、でそういう駐車場政策を西の方に作るという政策をしてなかったから、止まる、それとアクセスがなかったから、で今作ろうとしているのは西の方に駐車場を作って、ぐるっとバスの100円バスで動かしてもらうと。で今度のパーク&バスは、まあ、社会実験して間もなく結果報告あると思いますが、ミナーラも含めて民間の駐車場も含めて西の方に駐車してもらったら、来られたお客さんに乗り放題の500円木管パスを無料で配布するという実験をやり始めました。なんかその日に一度バス乗ったんだけども、これぶら下げてる人でいっぱいだったんだよね、インバウンドの人でいっぱいだったんだよね。でそれはまあ一回 そこで乗っただけだけども、見ながらから乗ってきたんだよね、その人たちはね、インバウンドの人たちは見ながらで、あと駐車じゃなし買い物されたのかもしれないけどね、それも一つのポイントですけどね。だからこの青バスの威力は発揮されるようにということと、駐車場がなるべく西の方に行くようにということが定着してバランス取れると、その観光客対策としての駐車場政策はまあ、一つのパターンの方向としてあると。でそのむしろ逆にここら辺 その県庁なり税務署なりの施設に来られる駐車場というのは施設に行くんだから、そこでの駐車あそこの県営駐車場もその駐車場なんで観光駐車場じゃありませんよということを一応謳ってるわけだから、まあ便利だから観光駐車場に来られるという、まあ、傾向にあるわけなんですね。でその観光の分野はなるべく西の方に行ってもらってというのがどのほど成功するか、するとここに来られる本来の目的の人の駐車場として確保できるのかと。で業務駐車は日曜日あんまり来られないんですよね。だから混んでるのは日曜日か平日かで随分目的が違うはずなんですよね。だから平日の混みは業務駐車、それと季節で波動が大きいというような傾向があるので、ここはまあ基本的に業務駐車中心だと。観光があったらだから余ってれば泊まっていいですよという扱いになっているので、他の民間はとにかくこちらの方へ空き地があるからいらっしゃい、値段が夕方になると値段が下げるよとこういうことされてるんだけど、民間の駐車場はやっちゃいかんというわけじゃないから、ただあんまりすると道が混みますよということはあるんですよね。だから駐車場はその調整というのは難しいから、そういうゲームみたいなとこあると思うんだけど、県としてはあるいは、まあ、県のこれこそ権限じゃないけどしちゃいかんという話じゃないから駐車場政策をしてるんだけども見過ごせないからっていうんで、西の方へ持って行って観光の駐車場確保したいと。でもう一つはまあ、それが基本的な構造の政策ですけども、私は来た時にどこにいていいかわからんじゃないかというのがまあ、ソフト対策とおっしゃるのに、まあ、紙を配るのもあるけども、まあ案内を、いやこの奥の駐車の今の状況はどうだっていうことをうまく表示できたらっていうことを研究はずっとするように言ってます。ですると今のずっとこの大宮通りだけなし近鉄七駅前で駐車場のね看板が出て水谷とかなんとかって出てどこか分かんないんだよね。まっすぐとか右とか空いてるかどうかも分かんないんですよね。普通ならもしまあ、理想的なあれから速報的にね残難題とかね空満情報がもっと出たらと思います。それぞれ の混雑とか言うだけなしに、難題残ってる難題しか残ってないよというようなことがね言えればね、まあ、ここら辺でも止まらないかなっていう諦めを促すことになるなと。その今の西に泊まって移動をしてもらうという
政策からはね、で西の方にその駐車容量がないといかんわけなんだけども、あの今まあいろいろ整備してるのちょっと待たなきゃいけないんだけども、あのホテルの地下駐車場400台かな、大きなホテル駐車だけやらしいね、このこちらに来る人の、西から来る人の駐車用地も確保する予定にしてますのでですね、であそこホテルの地下駐車場、他と値段変わりませんけども、あのコンベンションホールの地下駐車に止められて、あの木管バスでもあの100円バスでも乗ってこられるっていうのが一つのパターンなんですよね。それをあのお勧めして、幕駐車場が収まるか、でその業務駐車でここに用事のある方は割と楽に来れるかどうかっていうことの、まあ、方向としての考え、まあ、考えとしてはそういう方向なんですよね。でこれもあの同じようにそうは言っても混雑混乱するじゃないかっていうのの対処っていうのは、まあ、一つ必要であると思いますので、まあ、どのようにすればいいのか、案内っていうことになりますけどね、どのようにすればいいのかっていうことを、その駐車場の案内板のあり方も含めて、あれはあの意味あんな駐車意味ないじゃないかと言ったら、市が今まで建てられた案内板ですからっていうような反応があったんですよね。知事になったすぐだったけど、水谷とかいろいろ書いてあるとかね、だから市とまたその案内板、駐車場の案内板協議せないかんと思うんですけどね。で市の方との協議のあれでは、あの JR の地下に市の駐車場500台あるんでね、だいたい空いてるんでね、あそこに止められたら木管タダっていうことを提供して、あの割と増えてきてる。で市の駐車場の政策としてもいいし、あのこちらに混まないっていう政策としてもいいので、あそこからこう乗られるのが定着すると一つの要領かも、まあ、あまり知られない方がまっすぐ行きたいのにこう途中で降りて乗り換えっていうのは抵抗があるんだけど、まあ、そんなのはあのヨーロッパの狭い町だと日曜茶飯事だからですね、まあ、とにかくパッと降りてパッと見てパッと帰りたいという旅行者の欲望があるから、いやちょっとここは我慢してくださいというちょっと調整になるかというふうに思うんですけど、まあ、それが奈良公園では、まあ、あの鎌倉でもそうだけども、まあ、そういうようなことはどこでもある話なんだけども、あの奈良公園で達成できたらと思いますけど、方向としてはそういうことなんですよね。ね、まあ来年のね春でしたっけ、あの上り王子のバスターミナル完成するわけですから、ね、まあそこにねまた目がけていろいろ、まあバスは当然ですけど、まあ、ね、まあそこらに行けばあるんじゃないかっていうふうにね、まあ特に県外の方は思ってもおかしくないのがありますね。あまりこうけしかけないってことですね。おうちゃいけないと書いてほしいんだけど、駐車場ないんだったら、だいぶ数前駐車場、だいぶ数点前駐車場ってなくなる、あの、うん、駐車場なくなる。なくす高畑は残る。それが来年の4月、4月ぐらいになると思います。あのぐるっとバスの乗り換え場が大仏前駐車場、乗り換え場、あ3本バスの乗り換え場だからという今の構想で、まあ、調整中の案ですけどね、あの、まあ、割と出てるからこう喋ってるんですけど、だからもう啓蒙してほしいのは、もう駐車場は中へ入っちゃいかんよと、こんなとこ当てにしちゃいかんよと、あれはバスターミナルだから、こう一度見出しで、あ気に入った見出し書いてほしいなあとあの先日のその社会実験は、あの一応感触としては効果があった、要はどんだけのインセンティブを与えるとね、人はその乗り換えてくれるのかというところが一つの焦点だと思います。そうですね、あのまあ、あの速報数ではだいぶ効果あったっていうふうにあのケンマネの方から聞いてますけどね、随分混んでた、青バスが混んでたんで直通でね、まああの移動がね、あのもうその車の渋滞緩和とそのバスの中でのあの快適性っていうのを確保できたらあのいいと思いますけどね、今は行くない交通がちょっと弱いとかあるから、これも改善の一つのポイントですよね。改善するとこたくさんあって大変ですよ、うんうん、よろしいでしょうか。他にご質問はございませんでしょうか。
よろしいでしょうか。それではこれで、知事定例記者会見を終わっていただきます。ありがとうございました。